こんにちは、君島美代です。今日はお気に入りの下着を紹介したいと思います。下着は全部で8着ぐらい、まあ1週間あれば可愛いのとかないのがあったり、大きくなり始めたのは小学生ぐらいなんですけど、小学生高学年から気にし始めて、で高校ぐらいにはこれぐらいの大きさになってました。そうですね、気分ですね。今日はなんか黒だな、ピンクだな、白だな。はい、一つ目です。白です。細いですねでもツルツルしてて気持ちいいまあそうでしょうね、この素材がいいです。これです、黒。これはレース、全部レースで可愛いです。 T、 いやそんなこともないんですけど、なんか勝負下着って言われたんでなんとなくなんですか、 T でも。おお消されないですか。わかりました。じゃんじゃん、下着を着たのでドッグ座に行ってきます。皆さんぜひ来てくださいね。